ですか、はい、全国の野球ファンの皆さん、お疲れ生です、はい、スーパードライコマーシャル待ってます、コマーシャル待ってます、全国の野球ファンの皆さん、お疲れ生です。いやだってマルエフなかったもん、あそこでマルエフをパッと用意していってくれて、お疲れ生ですってやりたかったよ。朝日生ビール、通称マルエフ。まあマルエフはもう間違いなくね、スーパードライとともに野球だけにヒット商品ですよ。最高です。いやー、いい経験になりましたね。もうちょっと芸能人になったようなね、僕にしたらいい経験になりました。今まで現役時も、含めて CM とかそういうの、いやいや、あるわけないじゃないですか。ね、そんなこと、そんないい選手でもなかったですし、まあ、こうやって38年ぶりに優勝日本一になったおかげで、こうやってね、いい経験させていただいて、もう本当に、嬉しいですね。いや、やはり日本一になったおかげね、やはり監督や他のコーチのスタッフ、もう選手フロント皆さんのね、代表してこうやって、出させていただいてるというね、タイガースを代表してですよ、そういう気持ちでいっぱいですね。本当に来ると思いました？いやいや、そんなこと思ってませんですし、ちょっと乗りすぎて、その喜びが爆発して、そういうね、選手たちに乗せられてっていうのもありましたんで、まあこうやって、現実になってちょっと驚いてますけどね。だからね、まあ、坂本選手が、平田ヘッドコーチ中島お願いしますって、言わなかったらこういうことになってませんし、ね、そういう最初優勝した時、リーグ優勝した時は、同じ坂本、選手がね、最後に一言ヘッドお願いしますって言ったんで、あの時はもうちょうど原口がパイン飴のあれをしてたんで、かぶり物してたんでね、パイン飴で終わったんですけど、今回はね、こういう、もう僕はビールが大好きなんで、そういう仕事の後の一杯っていうのがね、本当に大好きなんで、もう自分にご褒美だというのがありますので、ね、こういうことも含めて、ビールのコマーシャル来ないかななんてね、ちょっと悪ふざけじゃないですけど、乗りすぎちゃったね、朝日さんからのお話初め聞いた時はいかがでした？やっぱりさすが朝日さんだなと思いましたよ、ね、ここは朝日さんも黙ってないでしょうと思いましたけど、まあ、タイガースのオフィシャルスポンサーとして常にやはりタイガースを応援していただいているという、昔から甲子園球場というのはアサヒビールというのが主で、いろいろスポンサーとして本当にお世話になってまして、そういった意味ではさすがアサヒ、ね、アサヒビールさんだなと思ってます。ねえ、どうしよう、ね、日本一になったおかげでそうやって、ポスターまで、ね、そういう貼ってあるお店にどんどん行きたいね、選手にも行けって言いますよ。ね、マルエフをいただいて、なんていうかな、いいお酒を飲みたいですね、喜びのお酒っていうか、一日本当に、ご苦労さん、お疲れ様、お疲れ生というところをやっぱ味わいたいですね。僕はね、日曜日なんでね、高知の連中と浦方さんとお寿司屋さん、貸し切りで開けてもらってましたんで、もうそういう日曜日で ほとんどのお店、閉まってましたけど、そこで開けていただいて、お疲れ生を
やらさせていただきましたよ。最高に美味しいビールでしたね、うん、スーパードライだったけどやっぱり日本一の味は違います、ね、いやあの時はほらかけるばっかりでお店に行ってまずね、まあ、とりあえずビールって昔はね最近も言うのかな、うん、言ってますけどその時のやっぱりアサヒビールの、ね、スーパードライの一杯目まず一杯目はね、最高のご褒美ですよ。一人とは言えないですね。これはもう全員で日本一を勝ち取った栄光ですから、もうこれはもうね監督はじめスタッフ、選手もう裏方さんもトレーナー安子アナも含めて、でやはり一番大きいのはもう MVP というのはもうファンの皆さんでしょ。この大声援、多分皆さんアサヒビール飲んでたんじゃないですか。このねずっと今年1年間いつも満員御礼というか大入り袋をいただいて、最後の日本シリーズもあの声援、京セラのオリックスファンも含めてですよ、こんだけ野球のね、ファンがね後押ししてくれたというところではもうね戦ったオリックスも含めて最高のシーズンだったですし、ファンあってのプロ野球、甲子園で飲む、ね、他の球場で飲むやっぱビール、これがねすごくファンの方たちもエキサイトさせてくれるし盛り上げてくれるというね、このビールっていうのは本当にパワーですよ。そういった意味ではやはり、ファンの皆さんの、すごい声援が一番の MVP じゃないですか。野球ファンの皆さん、お疲れ様ですということですね。はい、もう本当にその言葉がね、この1年間を締めくるにはね、最高の言葉じゃないですか。もう来年もよろしくお願いしますというところのなんかフレーズを作ってほしいね。本当に皆さんで、このもう12月、4月になりますんで、1年間お疲れ様ですというところでね、忘年会もあるでしょうし、そういうところではどんどんね、あの乾杯の時には1年間お疲れ様ですというねフレーズでまず一杯目を飲んでいただきたいですね。日本シリーズで、監督が第5戦かな甲子園で、2対0で、劣勢の時に全員集合っていうね、あのエンジン組めって言った時にやっぱり選手たちが全員ねパッとこうベンチの前で、エンジン組んだ時のあの目を見た時にね、あこれはもう逆転できるというね確信した時にやはり選手たちは全くそういう、この3イニングで絶対逆転してやろうという気迫をね感じましたよ。そういうところの一つになったところはやはり日本シリーズの第5戦っていうのはね非常に印象に残ったゲームですね。もう本当にねパッとこう一つになってるね、ラグビーでいうワンチームということがあのラグビーでは使われましたけど、もう全員でねミスしたことをみんなでカバーしてなんとか逆転するというね、そのミスは出るんですけどそのミスを全員でねカバーするんだというね、で逆転するんだというね、そういう気迫っていうのをねすごく、感じたゲームでしたよ。すごいね、よろしくお願いします。すごいね、言ってみるもんやねどういうあれをするわけ。あポスターをまず、はい、まずこのいい写真やな、いいを掲げてあの笑顔で撮っていただくというのがまず一つ目、はい、はい、はい、よろしくお願いいたします。マルエフの瓶もあるの。瓶もございます。あるんだ一応一枚いきます。はい、お願いします。
合成できるんやろ合成できますけど、シワないようにしてよ。それもう、あ、いいっすね、はい、ありがとうございます。あ、いいっすね、素晴らしい。あ、素晴らしい、はい、お疲れ様でーす。あ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あ、いい、松下洸平。日本一、日本一、はい、ありがとうございます。いい曲流れてるわ。素晴らしい。じゃあ、めっちゃ笑顔ください。日本一、日本一、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう調子乗りすぎよ、これ。これあかんな。この辺いいね。はい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 、いい表情っす。じゃあこの辺で、この辺で、はい、いきます。はい、乾杯。乾杯。日本一、日本一、お疲れ様です。日本一です。はい、もうちょい前にクリップ出して、はい、よし、乾杯。乾杯。これで、そしたらもう数カットで、あの、あ、数カット、乾杯。最高、最高、ありがとうございます。はい、柔らかい表情、柔らかい表情、あ、いいですね。どうすか、いいんじゃない。そうですね。どういうところに貼るわけ、これ。飲食店でこれは貼られる。こっちは貼られる。こっちは貼られます。はい、飲食店に。すごいな。こんなになると思うもんね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。座っていいの？はい。どうぞ。平田とこち、お疲れ様です。お疲れ様です。改めまして、日本一おめでとうございます。ありがとうございます。ビールかけの味はいかがでしたか？いやー、やはりね、久しぶりに、まあ、リーグ優勝の時に岡田監督がもう一回ね、ビールかけをやるよと。いやー、最高だね。なんとも言えないね。これはね、やったものしかわからないんですよね。この目がね、ビールの泡で痛いんだけど、もうこの痛さがね、なんとも心地いいんですよ。じゃあ、もちろん見たことあると思うんですけど、マルエフの CM はよく、僕はね、だから大好きだったん、大好きだったし、大好きなんですよ。あのコマーシャルがもう大好きなんで、お疲れ様ですって言われると、一日のご褒美、ビールかけはスーパードライでしたけど、それがもっともっとこう、クローズアップされてもね、わーっとこう壇上に上がった時に、選手たちが乗せてくれたんでね、そのノリでちょっとこう、羽目を外しすぎたところも今なれば、こうやってオファー来るなんてね、夢にも思ってませんでしたし、ね、皆さんね、お疲れ様ですって言ってくれるの、これはね、非常にね、嬉しいですよね。あそこでマルエフをあっという間していってくれてね、お疲れ様ですってやりたかったよ。やるならね、今年中はやはりこの日本一の優勝の味をこのビールと一緒にね、マルエフと一緒に、味わしてくださいよ、ね。まあ、マルエフはもう間違いなくね、スーパードライとともに人気商品、ヒット商品になるの、野球だけにヒット商品ですよ。ね、瓶もあるとは知らんかったね、俺。瓶も美味しいんですよ。飲食店で瓶の方がうまいよな。いつもにちょっと美味しいと思う。あ、そう、丸焼きかな。泡がやっぱりさっきも違うしね。練習後の一杯、練習後の一杯、はい、いただきます。はい、お疲れ様でした。最高です。うまい、うまい、上手ですね。いいの、はい、オッケーでーす。飲みたくなるよ。中締めの時に平田さんが言ってくれた、全国の駅のファンの皆さん、お疲れ様です。お、カメラ目線で、あ、言うの、ね、はい、こっちでいいの、目線、目線はこっちで大丈夫です。全国の野球ファンの皆さん、お疲れ様です。もったいつけて、お疲れ様です。お疲れ様です。全国の野球ファンの皆さん、お疲れ様です。野球ファンの皆さん、お疲れ様です。こんな言うたんだ。
全国の野球ファンの皆さん、お疲れ様です。